サイード・サイードは、オマーン・ブー・サイード朝、第五代スルターン。オマーンの最盛期を現出し、サイード大王とも呼ばれる。オマーンの勢力を東アフリカにまで広げ、オマーン海上帝国と呼ばれる大公益帝国を築き上げた。サイードが即位した時、オマーン本土の経済は少しずつ衰えていた。18世紀には、エジプトの政情不安によって、 ペルシア湾経由での交易が盛んになっており、ペルシア湾交易の喉の首を抑えるオマーンの首都、マスカットは交易船でにぎわったものの、19世紀になるとエジプトの状態は回復に向かっており、マスカットのにぎわいは過去のものとなりつつあった。オマーンは17世紀のヤーリーバーサの時代にポルトガルを駆逐し、東アフリカに勢力を伸ばしたものの、 その後のオマーン本土の混乱によりアフリカ諸都市のオマーン人豪族が相次いで独立し、サイードの時代にはザンジバルだけが過労じてオマーンの支配下に残っている状態だった。1828年、サイードは自ら帰還リバプール号に乗り込み、モンバサをはじめとするアフリカ東部沿岸の諸都市を攻撃した。ヤーリバーサからリワリの地位を与えられたモンバサのマズルイケは、 ブーサイード家の支配を認めず、サイードとマズルイ家の戦争は1837年まで続いた。サイードはソマリアからモザンビークとの国境に至る東、アフリカの沿岸をオマーン領に組み入れ、東アフリカのスワヒリ諸都市は史上初めて緩やかな連合体として統一を達成する。1840年、サイードはザンジバルにストーンタウンを建設し、首都を移した。 当時ザンジバルは奴隷貿易の中心地として栄えており、インド洋交易の中心地となっていた。サイードはザンジバルに長寿を移植し、やがて長寿はザンジバルの特産品としてザンジバル経済を支えることとなった。オマーンは小舟による大船団を所持しており、欧米諸国とも交易を行い、正式な外交関係も持っていた。ザンジバルには、 欧米各国の領事館が建てられ、オマーンは、イギリスと並ぶインド洋の二大海洋帝国となっていた。1856年、サイードが死去した後、後継者争いが起き、国土はオマーンとザンジバルに分割された。松尾正樹、オマーンの国史の誕生、9ページ、福田、ペルシアアント公海の間、イスラーム、カインド洋、世界、136ページ、福田。 ペルシアアント公開の間、イスラーム、カンインド洋、世界、138ページ、富永、ツワヒリト氏の聖水、47ページ、富永、ツワヒリト氏の聖水、51ページ。ありがとうございます。